こんにちは、クレイのタヤです。今日はズーム映えするお洋服を紹介していきたいと思います。はい、まあズーム映えとは何ぞやっていう話なんですけど、今のご時世皆さんお家でズーム飲み会だったり、なんかリモート帰省とかいろいろこうテレビ電話なんかを使って、いろんな人とコミュニケーション取ったりとか、なんか飲み会開いたりとかされてると思います。そうなるとですね、やっぱり下半身はさておき、上半身こちらトップスがこうやっぱりこう画面越しに映える服っていうのが、上さえ可愛ければもう何でも OK なので、上半身トップスのズーム映えするお洋服を今からちょっと何点かご紹介していこうと思います。はい、はい、では一つ目のズーム映えするお洋服は、トリココムデギャルソンの、フリルのブラウスです。まあ多分見てもらったら画面越しに今映えてるんじゃないかなと思うんですが、こんな感じでですね、もう胸元この前面にたくさんフリルがついて、もうゴージャスな見た目のブラウスです。まあ、色はブラックで、まあ、こう落ち着いた色ではあるんですが、やっぱりこの立体感がすごく素敵で、こう直接じゃなくてもやっぱり画面越しでもこの立体感とか、なんかこの可愛さは伝わるお洋服じゃないかなと思います。はい、こんなこんな感じですね。これは多分着てると、その服、その服どこのって絶対言われると思います多分本当にここから上だけしか映ってなくても、かなりインパクトのあるブラウスです。はい、あ、ちなみに後ろもね、可愛いんです。はい、バックボタンです。あ、ちょっとトイレ行ってくるとかって後ろ向いても可愛いですはい、はい、では続いて2つ目のズーム映えするお洋服です。今着ているのはトアバーズのブラウスです。はい、これも先ほどと同様に、やっぱちょっとこう立体感のあるお洋服っていうのが、なんかこう画面越しでもなんか映えるんじゃないかなと思って、今回はこのブラウスを着てます。これもですね、この胸元、本当にこの胸の上ぐらいまでこのお花のこういう花びらのがついてるので、本当にこれも上半身映えすると思います。で、またちょっとここのお袖のこういうたっぷり具合とかもすごい可愛くて、多分この普通にこうやってしてる分には見えないんですけど、ふと何か動いた時とかに見えるこの腕っていうのもちょっと可愛いかなと思います。お色もちょっと黄みの強いアイボリーなので、まあこう日本人の肌にもすごく馴染み良いカラーです。はい、これはちょっとお顔映えもとてもすると思います。はい、はい、続いては3つ目の映えるお洋服です。一番最初と2番目と続いて、ちょっとこうフリルだったりとかひらひらってついてるお洋服だったので、まあ、ちょっとそういうものが苦手な方はぜひ色で映えていただきたいなと思いました。はい、で着ておりますのが、R&DM 校の赤のリネンガーゼのシャツなんですけど、この色どうでしょう、映えてませんかはい、もう多分画面越しでもこのエネルギッシュな赤っていうのが多分伝わってるんじゃないかなと思うんですが、やっぱり赤は元気の出る色ですし、かなりまあお顔の血色もよく見えると思うので、ちょっと赤いお色の服っていうのもズーム映えするお洋服かなと思います。はい、ちょっとフリルとか苦手な方はシャツ、普通のシャツなんですけど色とかで遊んでみても面白いと思います。はい、続いては4つ目のズーム映えするお洋服をご紹介していきます。ですね、先ほどはもうギラギラするような赤い服を着ていたんですが、やはりちょっと赤苦手な方もいらっしゃると思います。まあ、ズーム映えする色っていうのは、さっきみたいな赤とか派手な色じゃなくてもですね、白っていう色も、まあ、ズーム映えすると思います。やはり顔周りに白いお洋服を持ってくると、このちょっと光を当ててレフ板効果といいますか、顔をこう明るくすることができるお洋服だと思います。ぜひ真っ白のお洋服っていうのも
ズームだったりそういう時に来てもらえたらいいなと思います。はい、なんですがやっぱり真っ白のお洋服って言ってもたくさんあると思います。その中でも、まあ、普通の白いお洋服だとやっぱりみんなと一緒になっちゃうので、まあ、ちょっと個性のある白い服を着たいなと思いましたので、今回はトゥジューのフリルの、またちょっとフリルなんですけどブラウスを着ました。はい、こちらもこの顔周りにフリルがひらひらっとあって、まあ、全体的じゃないので、まあ、ここら辺にコンパクトにキュッとフリルがついていて、まあ、白でちょっとレフ板効果と、そしてちょっと個性のあるブラウスということで、こちらもズーム映えするお洋服だと思います。はいはい、では最後のズーム映えするお洋服はこちらも、トアバーズなんですが、トアバーズのこの刺繍のブラウスです。こちらもですね、この首周りにすごく大きな襟がついてて、そしてまたこの繊細な刺繍、はい、すごく可愛いです。で、この刺繍もですね、色がブルーの刺繍なので、このパッと見た感じも多分この刺繍がまた映えてるんじゃないかなと思います。このブラウスもですね、やっぱこういう細かいところですね、こういうお袖のちょっとちらっと見えるところっていうのもすごく可愛いですし、またこれもこの腕周りもとっても可愛いので、なんかこうやってやったりとかした時も多分可愛いと思います。はい、まあ、であとやっぱりゆったりしてるので、まあ、着てても楽ちんっていうのはすごくいいなと思いました。はい、やっぱりいろいろズーム映えで考えた時に、ここら辺ですね、顔周りにやはり特徴のあるお洋服っていうのは、こう画面越しでも上半身しか映ってなくてもやっぱりこう人にインパクトも与えられますし、なんかすごい素敵な服着てるなっていうのは伝わるんじゃないかなと思いました。外に出れない分、なんかそういうお家でもこの上だけでもなんか楽しいお洋服着て、普段こう外にお出かけしたりとかするような気持ちで、そういうズームだったりそういうテレビ電話とかでもこう何かこう可愛いお洋服を着てぜひ参加していただきたいなと思いました。ということで本日の動画はズーム映えするお洋服をご紹介していきました。はい、気になる商品があればぜひこちらの方もすべてオンラインショップに載ってます。この動画の下の概要欄に URL を貼ってるので、気になる商品があればぜひチェックしてみてください。では本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンぜひお願いします。はい、ありがとうございました。あー